というわけで、はい、僕たちは、はい、理系大学生の卒業生です。卒業生です。現役生です。2回生です。はい、ということで、そこ分けるんかよ。冬です、皆さん。冬、はい、そうですね、もう11月終わりますよ。冬といえば何でしょう。はい、はい、もう答え言ってます。いいですか。はい、いいですよ。はい、クリスマス。あ、惜しいですね。違うやまあ、最近と秋といえば、秋といえば人肌でございます。あ、人肌、はい、それは恋しくなら寒いですからね、はい、で、そういうこと。人肌といえば、はい、女の子。はい、まあまあまあ、はい、女の子といえば服なんですよ、結局。あ、なるほど。服を制するものは女の子を制す、はい、モテるってことは女の子のことをね、熟知してるということなんで。いや、はい、そうそう、女の子のファッションに関しても非常に詳しいわけですよ。というわけで今回はですね、はい、女子ファッションコーデ対決らしくないな。マジで。イケアもなるほど。そうなんです。まあ、イケアだからこそ、まあ、我々ってそう、まあ、半大のしかもイケ。僕が一番不利ですよ。いや、お前だってこれめっちゃ似合ってるね、お前。自分を理解してる。まずね、ここに、なんと、お題のね、紙が入っております。4枚ね、異なるお題が入ってまして、はいはい、それのお題に合ったコーデを今から買いに行きます。買いに行きます。はい、予算は1万円以内。おぉ、意外と全身で全身。おぉ、きつ。全身ですか、それ。確かに。で、1万1000円までで、はい、ノエリンにそれを着てもらいます。で、ノエリンにそのコーデが、ちゃんとお題に合ってたかどうかを点数つけてもらって。お題芸でもあるってことですか。お題芸でもあります。なるほど。でもやっぱでも、ちゃんと映えてる方がそれはそれでなんかいいと思う。あ、そうだよね。そうです。の上で。で、最下位だった人は、なんと、ちょっと待って。1ヶ月、絶対に1アイテム女子モンを着てるという、今回のガチで決めてほしい。1ヶ月長っ。はい、じゃあ4人引き終わったんで、じゃあキムさんから。読み上げます。はい。絶対長いもんね、文章が。ぱっと見おとなしいけど結局性欲強そうな女子コーデ。ああ、なるほど。怖っ。おっと。え、これ結構やばいんじゃんこれ。え、ちょっと待って、分からんけど。やばいの次じゃ電源。いきますよ。シンプルにノエリンが好きな服装。ああ、一番難しいやつかもしれないですよこれ。阪大基礎校電子物理科学科1年麻生木彩子のコーデ。誰やねん、なお。麻生木彩子というね、阪大電物の1回生の女子がいたとして、そいつが着てそうな服を。要は基礎工学部電子物理科学科の女子ってところがポイントなんやね、これ。そうね。ママ友の間で派遣に行ってそうな近所の主婦コーデ。え、派遣？最初引いた時から外れかと思ってるんで、当たりのコーデ。一番どうとでもなんですよ。そう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 。はい、というわけで、じゃあ今からですね、お店に行って買っていきたいと思います。というわけで、メイキングファッションオールオータムファッション。パンフレットがあったので、どこにね、何の店があるかっていうのを探しながら見ていきたいと思います。厳しいです。店が分かんないです。1万円だと上4000、下5000ぐらいで収めなくちゃいけないんですけど、そんぐらいで売ってる店が分かんないし見つからないっていう。レディースの服入るのめっちゃ緊張するんやけど。できました。うぇーい。まあ、各自1万円以内に収まったでしょうか。いや、余裕で収まってます。ギリギリ行けに行ってないっていう、ちゃんと攻めたとこまで行ってない。そうですね、もう俺ギリギリ、多分ギリギリ超えたぐらい。いや、だからそこまでは失格です。いや、でもそれはレギュレーション。いや、俺小物多いからそれを減らせば耐える。じゃあまず1人目行きましょうか。はい、はい。大丈夫か、お前。大丈夫です。お前大丈夫か、お前。本当にスーさん、お題をちょっと。じゃあ私のお題は、ママ友の間で派遣握ってそうな近所の主婦コーデでございます。イエーイ。はい、俺より年下やのに。おう、せーの、ノエリン。はーい。ふぅー。あー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 、割烹着。行くみたいな。ふぅ、こういうの。まあでもね、これはガチのファッションコレクションですから。いや、そうそう、危なかった、ちょっと危なかった。でもまあ、これは主婦、確かに。そう、いや、そうですよね。主婦ただ、
めっちゃ誰にでも言いなりになりそう。どっちかというと、言いなりになりそうな弱い主婦。いやいや、違うんですよ。こういう人は、実は、20、30代でこれを着てると、まあ、そういう感じなんですけど、多分40、50代これ着ると、多分逆に派遣に行ってるんですよ。ああ、そうですね、これも。まあ、でも、僕が着たかったのが、多分シャツとカーディガンだったんで、一旦そこで探してって、お前が着たかったの。お前が着たかったのを着せてる。ワンピースとか分かんないですよ、全く何がいいかとか。分かんなかったんで、一旦。何人がどう思うかやから、結局。いやー、でも、どう考えたら主婦でしょ、これは。これでも、どうですか？確かに。子供2人いそうですよね。あ、そうです。でも、どっちかで言うと、めっちゃ優しそうな俺のイメージ。確かに。コーデ的にはどうですか？まあ、でも、普段こういう服着ないので、これがいいかって言われたら、ちょっと分かんないし。分かんない。特に気に入ってるわけでもないという。ということで、じゃあ、一旦数は、こんな感じということで。いや、すごい。はい。点数は後ほど、じゃあ。後ほどね。はい。いやー。いや、今まで勉強してきてよかったなっていうぐらい出来栄えっすね。おお勉強お前の服飾関係はマジ最近やけど。のやりーのやりーおあっあかわいいええかわいくね普通に。渋谷にいそう。いそういやお前めっちゃまともやんこれ。しかもさ待ってこの髪飾り俺めっちゃ好きなんや。これもう俺が買いました。これさなんかアニメっぽいよなめちゃくちゃ。これマジで1万円で買えたお前。これあのね値段言っていきますと僕1万700円なんですよ。これ全然マジ。これが5000円、このスカート5000円、これが2900円、これが1000円、995円、これが840円。へえ、買い物上手じゃね普通に。で俺の一番のポイントこれ、これはいはいはい、これがもう今回入る。そう他が結構シンプルなやつ。シンプルなようにっていうか。で前にまずね朝起きんの遅いとかもあるやんか。だからまず簡単に着れるものがいいって。だからスカートとこのニットだけ、もうほんまにこれだけにした。普通になんかセンス良くて焦ってるな。はいなんならお前自分が選ぶ服よりもなんかこっちを選ぶ方がいい。全然女の子のことめちゃめちゃ見てます。自分のことも見てます。じゃあノエリンさん、じゃあこれどうでしょう。これ髪飾りを初めてパッて見たときに、あー男ってこういうの好きなんや。ちょっとあちょっとお前コメントで今言われるかもしれない。好きなんやな。あそう嫌いことで半大の念仏一回生をモチーフとした。はい、やだな。やだ。ええ。かぶせる。大丈夫。いやこれ最高やんこれ。俺最高のものを編み出したかもしれないこれ。いやちょっとほんまやってんな。いやでもこれやばいやこれだ。これやばいこれやばい。ここら辺の主張が強すぎてもすごいよ。この動物周り多すぎ。何品やまず池っていうことなんで、全体としてのまずイメージは、はい、まず科学者という、はい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 、麻生愛子って優秀正しきうちに生まれて、はいはいはい、ちゃんと賢くて、打ち外してないか、学問に対して真摯に向き合っているなるほどで、やはりあの白衣みたいなイメージ、その実験系というか、そういう意味でまずメガネとこのねアウター、次顔周りね、はい、とこれリングなんですけど、これね正しかったけど、これ石なんですけど、止め方がやっぱ鉱物好きだなと。ああ、世界中。ああ、なるほど。こっち。これ、ママやったね。もちもちの木の主人公。なるほど。今分かりました。今まで、親元を離れたことがなかった。はいはいはい。で、親に絵本とか読んできてもらってるんで、こういうのつけてる。外のこと知らんねん、この子って。はいはい。ファッションで。だから、ファッションに疎いし、まあ、最大のポイントは、ここはね、今回の目玉商品、パンツなんですけど、はい。そのパンツはね、こう、いい感じの、もこもこ素材。いや、でも、これはでも確かに。あ、これ何？これで1個か。これは腹向きで、これは全部これ一つです。そうやな、そうやな、そうやな。だって生地一緒やし、これはあまりにも微分可能やもん。まあこれ
ニーハイですね。あーニーハイ。漫画キャラクターを演出したかったんで、はい、なんかそのキャラ感といえばやっぱこの辺ってラノベチックじゃないですか。はい、で確かに一応冷え性って設定なんで、あのここで、まあ、手袋してるのと腹巻きしてるのとでこれもそうですし、で足元のこのキャラモノ、はいはいはい、漫画のキャラってキャラモノ好きなんで、キツネ、クマさん、猫ちゃんみたいな、これ見せてあげてくれ、はいはいはい、猫ちゃんがね、はい、この鍵なんですか。これは、あの、鍵なんですけどこれ大丈夫大丈夫ですか。場所的に大丈夫大丈夫。あの、へそについてないけど、へそってやっぱお母さんから繋がってるところなんで外界との関わりを拒絶してるっていう、はい、ここに線をしてるわけです、まあ、でもへそに鍵っ子ってことですね。これでも続いてるってことは、何か開けたら意味あるってことやな、これやいこ、これ、めっちゃいいよね、やいこ。はいでもトイレが見えてないめっちゃいいよこれ一瞬のりに、はい、でもよくいやいいんじゃないですか、素晴らしい、はい、もうこの発想に乾杯。パッと見おとなしいけど結局性欲強そうな女子。ああ、はいはい、なるほどね。こういう方が結構いはりますから、ね、結構ね、結構いはります。なんか女子大生で、はい、いや男子そんなに興味ないよっていう子に限ってノエリーやお、ちょっと待って。え？ああ。え？あ、確かに性欲な薄い色のやつ着とるわ。ああ、確かに。着とるわ、確かに。あの露出多い初めギャルみたいな人はあの黒とかね。ああ、確かに確かに。性欲隠してる子はパストリいっちゃうね。あ、そう、確かに。あんま目立ちたくないみたいな、もうその薄さに出ちゃって、うん、出てるというか、う、ね、薄めてるけど出てるよみたいな。あ、そうそうそう、pH 実際4ぐらいあるもんね。何を撮ってんだ。だからあの家着いたらちょっと濃くなったりするやろ、この服多分家の中では濃いし、はいはいはい、外では薄いけど、ね、外ではこの色なんや。家の中着いたら濃くなる、急にそういう化学変化、そういうだからあのなんかさ、指示薬みたいな。あ、指示薬みたいな。 BTB 容器入ってる、 BTB 容器入ってる可能性、性欲指示薬、性欲指示薬入ってる可能性あるな、これ。私の中ではなんかこれは違くねってなっちゃった。おっとおっとおっとこの人一番時間かけてます、皆さん。時間は。ちなみにキムさんの一番性欲強いポイントはどこなんですか。あ、確かにそれ、それアピールポイントでしょ。性欲強いポイントですか。そう、それ、え、これですよ、これ。これなんや。これ一番初めなんで。確かに最初って言ってました、ね。これどういうとこが性欲なん、これ。ん、なんとなく、パッと見です。おっとおっとそんなんでいいのか。あれ、え、ちょっと一旦ちょっと上着脱いでみてくれ。あ、それね、はい、そのパターンもだから第二形態があるん、これでも脱いだ方がでもスッキリしてて、なんか、はい、これちょっと見てください。これいそうだな。ちょっと大きめじゃないですか。これ実は、うん、あの彼氏の服を着てるんですよ。あー、そっちのパターンね。はい、彼氏と朝までじゃついて服着るのめんどくなってそのまま彼氏の服着るっていう状態なんで、部屋に。あー、パターンね。そういったらメンズのやつ使った方がいいんじゃん。はい、爪が甘かったようだ。じゃあ、以上ね、はい、4点分が出揃いましたので、はい、結果を待ちたいと思います。せーの、よし。はい、ということで、はい、はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。モデルのノエリンちゃんからですね、点数を発表してもらおうと思います。はい、はい、あの内訳を3つに項目を分けまして、1つ目はテーマに沿っていたか。はいはいはい、はい、まあ、そうですね、はい、これは50点です。で、2つ目、この服をまた着てみたいと思うか。はい、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、なるほどそうそんなのつけちゃう。そして最後、3つ目は個性が出ているか。はいはいはい、めっちゃいいね。そんな、そう、あれそんなあった。では、まず1位の方の得点は、はい、100点中75点。おお、すごい高いね。高い。では、発表したいと思います。はい、これ1位、花尾さんです。うわなるほど。えそういうことか。やったー。テーマに沿っていたかと個性が出ているかが満点で。そりゃそうだ。いや、そりゃそう、そりゃそう。あ、そういうことか。満点満点ゼロね。聞いた人が分かったもん、それだ。あ、そういうことか。2位の点数は65点。おお、おお、まあ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 、はい、2位はすんでー。おー、おめでとう。ちょっと、あー、あぶ
ねー。ちょっと待って、なんで。じゃあこれは3位と4位どっちから。4位じゃないですか、多分。4位これはもう、あ、そうだ、4位ね。4位もうだから4位ね、次は、はい、もうで、呼ばれなかった方が勝ちね。俺ら負けた方を何するか覚えてる、お前。1ヶ月助走っすよね。まあ、女装まではいかんけど、女装まではいかんけど、まあなんか、女の子がつける、なんか、ブレスレットであったり、なんかイヤリングであったり、なんかそのシュシュとかをどこかにつけておくという。はいはいはい、いや、服とかもね。自分が選んだ服着るってどうですか。あーあー、全然いけんじゃないですか。全然いけんじゃん。あのパーカー、全然。いやいや、俺無理やで。え、なんですか。俺、いやいや、お前、俺あの全然いけるんだけど、あの白と黒の間に肌の腹出る。ないと思う。肌の腹出るで、お前。はい、ちなみに3位は60点、はいはいはい、4位は50点。うわー、なるほど。だから3位までの人は単位取れてる。よし、お、ノイリンが素晴らしい。今回の最下位はほんまに頼むキムさんです。おーい、おぶねー、おぶねー。いやいや、やっぱりね、やってしまった。反応通りやったな、最初に。いやでもでもあれちょっと正直、ヤイコの後ってのがちょっと部が悪かったな。でもちょっと内訳聞こ。内訳は、うん、実はあのテーマに沿っていたかと個性が出ているかは2人とも点数が一緒だったんですけど、テーマが30点で個性が出ているかは10点、はい、25分の10。はい、はい、まあ、でこの服をまた着てみたいと思うかで、うん、天眼さんが20点、久保さんが10点。え、25分の20ってこと。はい、俺めっちゃいいやん。そういやでも僕もちょ最初の日に来た時にあ、やべと思ったっす。はい、はい、ということで、はい、今回の罰ゲームは、はい、キムくんでーす。じゃあ、キム、あの、なんか最後、キムさ、死ぬ前にな、キム、あの腹巻きと多分あのレギンスみたいなやつ合うと思うよ、キムにあれ。確かに。え、あれ着るんすか。